大手をかけた強者と評される晴れの日ランナーズ。対するチームファーストは巻き返すことができるのでしょうか。3番人気はこの子です、チーキングザパール。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、7番。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、2冠馬娘マルゼンスキー、1番人気です。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。マルゼンスキー落ち着かない様子、ちょっと前に出ましたね。マルゼンスキー快調に飛ばして行きます。さあ花見立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは9番、1馬身離れて7番、4番手に8番、その後3、4馬身開いてチーキングザパール。そしてその外から行ったのはスイートーショー。2番並んでくる、外を回って12番、1馬身差3番、それを見るように5番、後方2番手に4番、その外並んで6番、意気揚々と先頭を行きます。マルゼンスキーどうでしょうこの展開。かぶってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、大けやきを越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まると、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。マルゼンスキー花を進む、気持ちよく逃げている。マルゼンスキー、さあ誰が最初に仕掛けるのか。最終コーナー先陣を切ったのはマルゼンスキー。マルゼンスキー強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り400。マルゼンスキー先頭はマルゼンスキー、これは強い、逃げる。マルゼンスキー200を通過、リングを開いてやる。マルゼンスキー先頭は依然マルゼンスキー。マルゼンスキー足の覚え、マルゼンスキー強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。やりましたマルゼンスキー。そして青春杯の歴史に残る名勝負を見事制したのは晴れの日ランナーズ。2着はスイープ東証、3着は7番